はい、どうも。世界数少ない100億人の空っぽの皆さん、おはようございます。おはようございます。世界3億人のファンがいたらいいな、西です。はい、いかないですね。10月8日、今日で僕は旅立ち100日目です。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。100回ですよ。100回だね。長かったんじゃない？長いようなでも短いような感覚かというのがするかな。あ、そうなんだ。100回も毎日ね、うん、アップしてますんでね、ツイッター投稿して、うん、はい、継続は力があるといいますか、うん、はい、よくね、ほぼ毎日やってますよっていう人いますけどね、はい、ほぼ毎日と毎日違いますからね。そうね、そうね、全然違いますからね、ほぼ毎日と毎日は。毎日やってますからね、うん、欠かさないっていうのはすごいよね。いやね、うん、すごいですよ、うん、これをあとね、265日やっていきますので、うん、はい、どれだけ成長していくかっていうのを見ていただけたらなと思いますね。うん、うん、僕もね、微力ながら力添えします。いやいや、微力どころじゃないですよ。あ、最初はもうカメラの前でね、だんだんとうまく喋れるようになってんじゃないでしょうか。確かにね、言われてみればそんな気するね。はい、うん、よかった、はい、で、今日なんですけど、今日はまずスタバでね、編集作業頑張ってもらって、うん、で、3時から時間差オープンの店があるんで、そこに行きたいなと思ってます。うん、はい、まあ今日寝台入れ替えみたいなんですね。うん、うん、そうね。で、地域によって結構ルール違って、例えばまあ、寝台だけを3時から売ってますってしたりとか、うん、朝一から売ってますとかするんですけど、うんうん、多分ここの地域では、宮城ではおそらく寝台の時は時間差オープンでっていう感じが多いのかなっていう感じがしますね。まあ楽しみだね。そうですね、うん、できれば寝台の刑事の何でしたっけ、岐阜ロドか、うん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 、はい、早速打っていけたらいいなと思うんですけど。いいね、はい、ね、うん、あと刑事執行区が今更ね増大するみたいなので、もしかしたらどっちの国が空いたらそっちも、うん、考えてるという感じで行きましょう。はい、はい、今日も頑張ります。頑張ります。行きます。行きます。ワクワクすっぞ。どうもどうもこんばんは。あら、こんばんは。今日の結果報告しましょう。はい、そうしましょう。はい、うん、今日は、まあ、3時オープンでね、うん、はい、打ってって、うん、刑事執告を打ちました。うん、うん、1台だけだったね、今日は。どういうことですか、1台だけっていうのは。1台だけ、あ、1機種だけって、そうですね。そうそう、まあ、1機種、そう、1機種だけね、はい、同じとこずっとね。そうですね、うん、まあ寝台で、あれね、なんか岐阜堂々もう考えてたんですけど、うん、まあ、そもそも取られてたんですけど、まあ、取られてたけど釘は結構締めてましたね。うん、他の寝台も結構締めモードで、うん、刑事は増大、うん、っていうことで、はい、ただ開いてましたね、釘は。開いてたね、はい、素人目でも分かるぐらい開いてたと思います。うん、うん、なんか増大のところだけなんか椅子に増大機種ですって書いてあって、うんうん、で横がまあ今まである機種ですね、うんうん、そう、だからその2台を見極めればいいっていうね、うん、ね、そう思ったもんね、うん、で横にあったから分かりやすかったよね。ですよね、食い身にしても勉強になりますよね、うん、なとなった、あ、こういう感じなんだなと思ったね、はい、っていう感じで打ってて、うん、ツイッターでは僕がね、7連チャンしました、いきなり7連チャンしましたみたいな、うん、イエーって書いたんですけど、うん、結果としては、うん、2人でマイナス4万8000でした。いやー、また負けたよ。あの、悔しいよ、悔しいよ、悔しいよ、悔しいな、悔しいな。結局あれだけでしたね、あれ連チャンしたのは、うん、あれ以外は結構格ゲーも引けたんですけど、うん、うん、結局あのね、ケージの仕様分かりますかね、うん、うん、駆け抜けちゃった、ね、駆け抜けちゃう、そう、格ゲー引いたとしても次だったら補償されないっていうね、うん、そういう場合、うん、ST でもね、 ST プラス ST って分かります、スペシャルタイム、あ、そう、スペシャルタイムって分かります、うん、はい、うん、2つの抽選をね、同時に進行してるっていうことで、うん、はい、単発ばったりしてね、だったね。いや、俺も今日2回当たったんだけど、はい、1回がなんか ST 入らず、うんうん、で1回が入ったんだけど、うん、そのまま駆け抜けたっていうね、あ、2回だけでしたっけ、当たったの2回、うん、大当たりがそもそも2回、あ、うん、ちょっとしょぼかったね。そうですね、7時間打ったのか、2人で
3時から9時半で、そうですね、6時間6時間半、うん、ずっと座って打ち続けましたけど、うん、ただまあ24日ぐらいもありましたね、志村さんだったら、またね、うん、23.7 とかそんぐらいかな、うん、平均したら25ぐらいになったので、うん、うん、こればっかしはしょうがないっていうことで、そうね、いい選択をしたと思います、うん、はい、僕もいい勉強になりましたよ、本当に、でもあれだね、あの大当たり中の電サポ止め打ち、はい、うん、覚えるの大変だね、あ、まあ、忙しいみたいだね、うん、結構ここはちょっと難しいですね、うん、あるな、なんか俺さ、あのウェブとかでね、はい、ちょ見てたんだよね、素晴らしい、そうそう、ランプがこうなったとか言ってんだけどさ、うん、なんかいまいち分かんなくてさ、うん、で最初のあたりの時はかなこちゃん あのフォローなしで自分でやってたんだけど、はいはい、もう意味分かんなくて、どこがどこ光るのって思って、スマホ見てこう誰見てこうやってああみたいな、演出来たらスマホの中で動画撮んなきゃみたいなさ、うん、そんなことやってて終わっちゃったんだよね、はいはい、横に来てくれて教えてくれたからさ、はい、うん、まあ、やっぱ遅んのが一番だなと思って、一応僕のあの刑事失格あげてなかったっけ、刑事失格の止め打ちの仕方、あ、刑事失格あげてないんだ、あ、そう、はい、はい、まあ、いつか言いましょう、はい、あ、そうだね、はい、あ、まあ、刑事失格を覚えれば結構体でも対応できるようになるので、うん、うん、はい、最近の例はね、2パターンとか3パターンっていうのがあったりするので、はいはい、ちょっとレベルが上がってますね、あ、そうなんだ、うん、なんかウェブでいろいろ見てたんだけどさ、うん、あのパチプロさんもちょっと減ってるみたいな話になると、はいはい、それはそういう流れになってる、うん、そう流れになってる、うん、まあそうですけど、それ毎年ね言われてることですからね、あ、そういうもんか、うん、あ、毎年ね、うん、うん、それ話すとまた長くなりますけど、ああ、うん、そうですね、まあ今こそ入ったけど、うん、入る隙もあるので、うん、うん、今日の 目標の達成、あ、そうそうそうね、目標の達成が、あ、やべえな、今日もこれ言ったっけっていう、今日の目標、今日の目標言ってないじゃないですか、言ってないよね、はい、あ、言った、あ、言ったよかったいや今言って忘れてたのかなと思って、まあ、明日は朝もう一回言おう、はい、僕はずっとこの髪型をいじってくれるのずっと待ってたんですけど、あ、そこか今この瞬間何を求めてたの、何なのと思って目標じゃなかった、ね、まあいいや、うん、すみません、失礼しました、ノータッチでいきましょう、もうこうなったら喋りづらいんで、はい、そう、確かにね、はい、失礼しました、はい、明日も頑張ります、はい、頑張ります、チャンネル登録してね